はい、今回は、スティックコントロール、たまにこう回しながらプレイしてる人もいると思うんですけど、これのやり方いくつかご紹介します。まあ、単純にこういうくるくる回すのとか、人差し指と中指でこう持ってやったり、あとはこういう全部の指でこうくるくる回したり、一回転だったり、あとはこういうやつですねとか、まあ普通にこう投げて取ったりとか、まあいろんなこうやり方がありますね。で、マーチングバンドでよく使われるのは、こういうやつですね。まあこれは本当おまけ編なので、あんまりパフォーマンス重視で やりたくない人は別に練習しなくてもいいんですけど、まあ個人的にはあんまりここに時間をかけるよりも、もっとルーディメンツだったり、こう技術の方に、時間をかけた方がまだ効果的だとは思いますけど、まあ別にできるに越したことはないので、まあ遊び半分で、やってもらっていいと思います。まあ、例えばこういうレギュラーグリップで持ってる人はこれをトスしてこうキャッチする、この1回転でこうするやり方だったり、でマッチのグリップでやってる人はこう半回転で1回転とかで2回転だったり、こう徐々にやっていけばいいと思います。じゃあまず最も簡単で単純にできるやり方として、こう例えばレギュラーグリップでこう持ってるとしたら、よく使われるのがこういうやつですね。これ、6連符、もしくは3連符になっているトリプレットですね。このスティックのこの柄の部分、ここで片方はこうやって、でこっちのレギュラーのこの持ち方の場合はこう、ワン、ツー、ワン、ツーとこうなるわけですね。で、これに、片方はトリプレットを加えると。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリこういう感じですね。これをまずゆっくり、こう始めて徐々に速くしていくと。っていう、こういう感じですね。あとはまあこういう、ここでこう返す、中指と薬指の間でこう挟んで、このレギュラーをこう一回転させてここに持ってくる。これと、さっきのこれを合わせて、こうなるわけですね。まあよくマーチングバンドの人が使ってるテクニックなので、そちらを、まあ、もし興味あれば、見ていただいた方が、もっとすごい人とかもいるので、パフォーマンスもし重視したい方は、そういう動画も見てみるといいかもしれないですね。
はい、というわけでまた次回お会いしましょう。